皆さんこんにちは、バンケットのゆうまでーす。ヘアメ企画、今日のメンバー呼んでみたいと思います。どうぞ。あー入れ替わっちゃった。はい、ということでですね、はい、今日来てくれたのはボーカルの海人くんです。あ、じゃあありがとう。待ってた、待ってた。アッコさんではないですか。あのガーレーおや今回は海人くん何かありますか、うん、こういう髪型にしたいっていうのは。僕ね、今日ね、戸坂さんお人気だね、そう、うん、の髪型であの上げてるやつがあるんですけど、うん、かっこいいなっていうのがあって、それをちょっと先生にお願いしたいなと思って来店しました。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうぞ福田美容室へ。写真とかありますか。あります、うん、おお、ね、男らしいね、これ。そう、はいはいはい、これ男性が結構好きだね。自分でやろうとするとこの流れというか筋というかうまくできない、うん、やっぱ鏡見るとさ、自分の面しか見えないから、なかなかさ、うん、細部まで見れないから立体感作るの難しいんだよね。じゃあ早速海人くんの髪型、3代目の戸坂さんの髪型に寄せてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、早速やっていきたいと思うんですけども、多分写真見た感じ七三なんだけど、ペターって感じじゃなくてしっかりボリューミーな感じ、フロントボリューム作って、あの毛の流れ綺麗に流していきたいなと思うんですけど、分け目どっちですか。僕いつもこっちですね。そっちなんだ。実況逆いく。前回だってユウスケの逆にしてたよね。逆にしてた。なんかそういうなんか冒険もちょっとしてほしいな。そうね、流れるかな。はい、そっち上げなんだ。高校の頃はね、うん、こっちだった。そうなの。そう、大学からこっちだった。まずドライヤーでブローしていきます。上げてる時は特に根元からしっかり癖づけてあげるのが大事なん で、しかも今回は分け目が逆ということなんで、かなりしっかりブローしていかないと癖つかないので。いけるかなで、しっかり温めたらホールドにして、無理やり毛の流れを作っています。しっかり最後も根元からブローし立ち上げて抱きやす。七三分けかっこいいのが男らしさもあるんですけど、立体感とか筋感で毛の流れ作ることによってかっこよさがもっと際立つと思うんで、そこもちょっと意識しながら作っていけるかなと思います。作っていきます。直毛だね。直毛、すごい直毛だね。昔から直毛なんだよね、うん、ストッパーかけてんの。ストッパーかけてねえよ。もういいもんね。でもやっぱ前髪上げてる方がいいな、カイトは、ね、うん、全然やっぱ違うわ、ね、上げてる自分と対面するの久しぶりかもしれない。何下げてんの。え時代の流れに乗って見てる。怒られてる。前回の動画でも言ったんですけど、もう大体このメンバーの髪の癖とかも分かってきたんですよね。カイトはね、単発でセットしてて楽しいんだけど、割と毛が強いんですよ。そう、毛が強いからアイロン当ててもすぐ戻っちゃったりするし、アイロン通すとちょっと匂うよね。すごいマイナスブランド。すごいブランド、ブランディングか。マイナスブランディング。プロモーションでね。マイナスプロモーション。あ、そこ。ちょっとね、七三の位置がね、本当はちゃんとクスで割ってあげるといいんですけど、ちょっとないんで、本当誰でも手元にあるもので、あ、ごめんなさい。あっつ、アイロン、手元にあるアイロンと、あの家にあるワックスだけでセットできる方法をご紹介していきますんで、ちょっとまあ前は行ったのこんな感じで、これだけだとまだ全然不公開で、カイト君の頭の形が、頭ちっちゃくてこう顔が大きい、なんかちょっとひょうたん型というかこういう感じなので、ちゃんと頭にボリュームつけて顔のバランスと整えていきたいと思うんですけど、これワックスな。ピースか。ピースプロデザインシリーズのフリーズキープワックス、うん、こちら使っていきます。今回七三分けで単発っていうことなんで、しっかり根元からワックスつけてあげないと、立ち上がりとか毛が言うこと聞かなかったりするんで。完成です。いやいや、スーパーサイヤ人やねんけど。しっかり土台作りまして、人の毛って毛流れとか決まってると思うんで、なんで七三分けとかオールバック作るときってしっかりワックスつけて、ダイロン使ったりブローしてあげて、髪の毛をしっかりその持ってきたい方向に作ってあげることがポイントですね。いい感じに筋とか作ってると思うんだけどさ、うん、全く説明しないけど大丈夫。だいぶ写真には寄ってきたんじゃないかな。早いね。まあほぼこっちのアングルは完璧ですね。本当に、うん、もうちょっと寄せるか。ちょっと
ょっとまだカイトなんで。いや、いいんだよ、カイトなんで。ちょっと失礼しますね。はいはいはい。何に注意してやってるの？今、この、毛流れと、シルエット。全体的にね。はい。シルエット使ってます。今日ライブなんですけど、今日一緒ラッシュアラウンドとか、スーツとか、ちょうどいいな。ちょうどいいな。今これ多分出てるテロップ。何か。ちょうどいいな。ちょうどいいな。準備して。あ、かわいい。いやあ、かわいいんだ、かっこいいんじゃないんだ。遠いじゃん。マジ？おう。すげえ楽しみなんだけど。ここがなーちょっと微妙なんで。シルエットが微妙なの。ケンタバ感と作りたい流れがちょっと微妙なんで。それではちょっとスプレーしながら、固めながら整えていきます。固めていきます。はい、今日もギャツビーです。みんな大好きギャツビー。ギャツビー、ここをね、しっかりこうやって分けて輪郭作ったらいいな。かわいいな。いや、気持ち悪いな。気持ち悪いな。ということで、完成です。おお。いや、超いいよ。いい、うますぎる。再現率半端ないね。ということでですね、3代目の戸坂ひろみさんの髪型に近づくことができました。ありがとうございます。すごいよ、すごい、すごいね。超テンション上がってる。我ながらちょっとびっくりした。まず上げるのも結構久しぶりなのよ、本当に。今日ファンのみんなびっくりしたんじゃない？びっくりするね、これはね。そもそも本当に、本当に僕もね、七三分けそんなに得意な分野じゃないんですけど、自分が思ったよりよくできたので、これは本当に成功です。これから毎日お願いします。やだよ。ということで、この髪型いいなと思った人は、ぜひともね、いいね、そしてコメントよろしくお願いいたします。はい、それでね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは以上、バンケットでした。バイバイ。